こんにちは。シェアピークリエイターでエンカーアドバイザーの妻木です。動物さんとの幸せ共有体験、シェアズハピネスウィズアニマルズを略してシェアピの楽しさと作り方をお伝えするシェアピテレビ。シェアピ式の動物園の楽しみ方は、飼育員さんが動物さんのために用意した選択肢を知って、動物さんができることが増えてよかったなとシェアピることです。ということで本日は福岡県にあります大牟田市動物園に取材に来させていただいております。ありがとうございます。そして今回は怠け者さんの選択肢の数々、そしてそれを利用している様子をご紹介しますので、ぜひご覧いただいてシェアピっていただければと思います。いたー、見に行くのかな。よいしょ。お、そっち行くの？そっち行くの？へえ、行けるんか。手長いね。おお、行った。ほほう。すごいね。あ、ロープに捕まった。まあ、これはもう映ってますか？現場だとわかるんで、やっぱ現場が最高ですよ。ちなみにこういう木です。こういう木でこういう選択肢ですね。ここが寝室、ここから出てきたですよ。どう行ったんだろうね。出てきてからその木まではどう行ったんだろう。ロープを使ってどこに行くのかな。頑張れ。おお、お、かわいい。激しくかわいい。え？修行？私はうるせえですか？下がろうか。うん、この一生懸命な背中最高だね。本来の生き方のように体が動かせて心と脳みそも動くって幸せだね。それ大丈夫なの？あ、ロープか。びっくりした。すごい細い枝つかんだかと思った。ほう、そのロープでどっか行こうと。最後にかさってる足が変わるんですけど、これロープでどちらに。ロープでネットまで行って、ネットを登るの巻き。すごいね。このさ、ネット登ってさ、怠け者さんどこ行ったかなってすごい探したらさ、短い間にさ、何がどうしてそこ、こちら、何がどうしてそこ行った。早いな。ちょっと動画の前置き撮ってたら、このいいとこにはまってます。枝の上に乗っかって、いいね。
上見てる。いいね。素敵。シアピー。大工さんと。クリさん。そして、お、出てきた。出てきましたよ。なぜ向き変えたんだろう。早いな。いいね、気を使って行きたいとこ行けて。シアピだね。木々の中で美しいね。人工物もね、使って選択肢増やしてシアピですよ。去っていきますよ。